皆さん、こんにちは。メディアウォッチャーの加藤と申します。モバイルオーダーのことを全く理解してないホリエモンとその情弱な仲間さんたちの残念感ということで、ライブドアの記事でですね、モバイルオーダーについて LINE 登録をさせられたり、アプリのダウンロードを強制されるものが嫌だっていう、記事がありまして、これに対してですね、モバイルオーダー自体が嫌だっていう人もいれば、LINE 登録は嫌だ、アプリのダウンロードが嫌だっていう人と、論点は分かれているのに、全部一緒くたにして、いや、モバイルオーダーぐらいいいじゃねえか、人件費の、だからそれはいいんだっていう話で、LINE 登録させるのがうざいんだっていうことをまるで分かってないホリエモンとその情弱の仲間さんたちって、多分ね、お店に行って LINE 登録注文ってさせられたことないんですよ。私、一度だけありますけど、本当にうざかったですからね。ということで、バカな人たちのために、モバイルオーダーっていうのは3種類あるっていうのを、きちっと理解しましょうということで、解説をしていきたいと思います。モバイルオーダーと一口に言っても3つあるんですよ、大きく分けて。まず1つは、普通のスマホ注文、これ、ウェブでの注文ということで、QR コードをかざすとですね、その特設サイトみたいな、注文サイトみたいなところに移動するんですね。で、そこには別に個人情報を何のね、入力をする必要もないし、別にアプリをダウンロードする必要もないし、LINE を登録必要もないし、ただそこで注文するだけ。で、別にそこで頼んだ、それで終わり。別にその後、メールになんか送られてくるとかはない。このいわゆるスマホオーダー、モバイルオーダー、このウェブのやつってめっちゃ便利なんですよ。私本当にね、これすごい、例えばですね、毎週のように言っている、蕎麦うどん家族亭っていうところがこのウェブ注文なんですけれども、スマホからね、めっちゃ便利なんですよ。バカな店員がなかなか来ないから、いちいち呼ばなきゃいけないわけじゃないですか。それが必要ないので、すごい便利です。こういうところって結構増えていて、それこそ、ホリエモンが言うようにですね、人件費の削減、いちいち注文取りに行かなくていい、注文間違いもない。だから、モバイルオーダー自体はどんどん普及させればいいんですね。で、これは全然いいと思います。で、これに対して文句を言ってるやつは確かに情弱だと思うわけですね。いや、なんか紙じゃないと口頭で言いたいみたいな、いや、スマホあんだろうみたいな話なわけです。それはいいんですよ。ここで問題にしてるのは LINE オーダーなんです。これね、あんまりないと思うんですけど、僕もいろんな外食、地方に行ったり、海外に行ったりしてますけれども、LINE 登録1回だけあったんですよ。この店、どっか地方の店だったんですけど、なんかここもモバイルオーダーなのかと思って QR を読み込んだら、いきなり LINE に友達追加しろみたいになって、LINE って友達追加するの別にこの店何度も行く店じゃないし、そもそも地方でたまたま来た店だし、なんで LINE で登録、別に普通のスマホオーダーでいいじゃん。なんで LINE で友達登録し、でも、もうそれやらないと注文できないから、仕方がなく LINE 登録するわけですよ。そしたら後からうざいお知らせとかが来るわけですよ。それはブロックはしますけど、だその時忘れてるじゃないですか。注文して、いや仕方がねえな、つって登録して、で、終わって、で、何日か経って、なんか通知が来て、なんだこれって、何この店みたいな。この前 LINE オーダーで登録させられたみたいな、本当うぜえブロックみたいなことになるわけですよ。マジでね、経験した人がないからブロックすればいいじゃんとか言ってますけど、経験してみ、マジでうざいから。本当に、だから普通のスマホオーダーにすればいいんですよっていう話なんです。それからアプリでの注文っていうのもありますよね。で、アプリでの注文っていうのはダウンロードが必要になる。だからダウンロードがうざいですよっていうのはあるんですけれども、アプリに関してはよっぽどもの大企業じゃないとアプリなんて作れないわけですよ。個人事業主もね、個人のお店とかが専用のアプリなんて作れるわけないの。そのね、お金がかかっちゃうので、それこそ、めちゃめちゃね、大企業チェーン店じゃないとアプリはないということなので、別にアプリは別に問題にしなくてもいいのかなっていうことですね。なので、このスマホの注文、ウェブで何の登録もいらないのは、これは便利だからどんどん導入すべきだし、飲食店も人件費削減になるし、なんだったらこれでモバイル、そのまま決済ができればめちゃくちゃいいわけですよねってことです。で、この LINE オーダーがうざいんですっていう話をしてるのに、ホリエモンは一緒くたに YouTube で話していて、だからモバイルオーダー、登録しないスマホオーダーと、登録が必要なオーダーとは別なんですっていうことが、多分ね、ホリエモンは LINE オーダーされるうざさを経験してないから適当なこと言ってるんですよって話だと思います。で、アプリのダウンロード、アプリ確かに増えるの嫌ですよねっていう問題あると思うんですけど、アプリに関しては、だからチェーン店しかないので、そんなに大きな問題にはならないと思うんですよね。で、
アプリの方がやっぱ断然便利なんですよ。例えば Mac とか松屋とかめっちゃ便利です。わざわざ注文とか券売機とか並んでるやつバカっていうぐらい、その何度も行く店だったらアプリを入れた方が全然楽なので、それはいいわけです。でも、個人店でアプリが専用のアプリで注文しろなんていうところはほとんどないと思うので、で、まあ別にそういうところって別にね、だから別にいいわけですよ。だからアプリは別に嫌なら入れなければいいし、ただ不便になりますよっていうことなわけなので、ただアプリも別にめちゃめちゃ頻度行く店だったら別に登録しとけばいいんじゃないっていう話なわけです。ただ問題なのは LINE 登録だっていうところをホリエモンやその情弱な仲間さんたちは分かってない。で、しかも経験したことないんですよ、この人たち。LINE 登録オーダーって経験あるんですか？経験あって、いや、ブロックすればいいんですよ。そんな大したことないですよ。とかって、絶対ね、経験してないから言えるんだって。もう本当一店舗ありますけど、本当にうざいです。マジで。てか、LINE にいらん友達増やしたくないわけですよ。一生に一回しか行かない、たまたま地方に立ち寄った店のところで、その店のなんで友達追加しなくちゃいけないんだっていう話で、だからスマホオーダー、モバイルオーダーはいいんです。LINE 登録させて、LINE をのからオーダーをさせるのがいけないんだっていう話を、情弱な仲間さんたちがですね、ぜひ理解していただいて、だから3つあるんですっていうことを、理解していただけるといいんじゃないかなと思います。